こんにちは、中谷明宏です。ビジネスマンの時間術のお話をしましょう。はい、まずですね、自分は仕事は時間的には足りてるか足りてないかっていう、ほとんどの人は多分足りてないよね。足りてないですね。それはもう同じです。上司も同じですから、みんな時間は足りてないです。時間が足りてないんじゃないんです。時間は与えられてて、じゃあなんで時間が足りないか。時間が足りないのは遅い、うん、で、じゃあなぜ遅い人は遅いのかっていうことなんですよ。謎ですよね。なんで遅い人がいるのか、うん、遅い人は自分が遅いということに気づいてない、だから遅いんです。自分が遅いということに気づいた人は遅さを直していくんです。でも遅さを直さないということは、まあまあ人並み、周りよりはちょい早めかなみたいないうふうに思い込んでいる。これが遅い原因だから、時間が足りないというのがあるんです、うん、まず何が遅いか。遅いというのでもいろんな遅さがあるんです。これ今、仕事が遅いなんですけど、その仕事を細かく割っていきましょう。そうすることによって遅さに気づけば早くなっていきます。この間ある地方都市に講演に行きました、うん、駅にお迎えの、改札にお迎えの方が来てました、うん、あ、今日はどうもよろしくお願いしますって言って、うん、こちらですって言って、こう駅の外の車を待たせるところへこちらですって指差してくれたんです。僕は歩き始めました、うん、ずっとその人が後ろを歩いてるんですけど、おかしいよねこちらですですよ、案内する人ですよ。僕がずっとと歩いて行って、ああこちらですって、うん、いや前歩いて普通案内員の人って前じゃないですか。失礼じゃないよね別に。失礼なのは僕に行かして、いやそちらですこっちですって前歩いてと、うん、つまり何かっていうと歩くのが遅い、うん、時間がないって言ってる人はね、歩くのが圧倒的に遅い。ところがなぜ遅いか、自分の歩く遅さに本人は気づいていない。これはね、東京と地方都市で、地方都市は圧倒的に歩くのが遅い、はいはい、うん、でこれも地方都市でもね、伸びてるところと下り坂のところと2つあるんですよ、うんうん、何で違うか、行った時にね、歩くスピードまあいろんなとこ行くから分かるわけですよ。で、案内してくれるから、伸びているところは歩くスピードが速い。で、下り坂になってる地域はね、歩くスピードが遅いんです、うん、単に都会と田舎っていうことじゃなくて、新幹線の止まる駅でも歩くのが遅い都市がいっぱいあります。これ、僕だから行って、この街が今上り坂なのか下り坂なのかをね、着いた瞬間の迎えに来た人がどれぐらいのテンポで歩いてるか、で、その人が遅いんじゃないですか、うん、その人はその街で普通の速さで歩いてる。だからこの歩くテンポの速さっていうのが、その人一人一人の個人においても同じこと。